はい、皆さんこんにちは。ワンダルグルピージです。今回はプレイステーションのゲーム沈黙の艦隊、これを新しくプレイしていきたいと思います。今オープニングのムービーをご覧いただいたと思います。では早速ですね、プレイの方に入っていきましょう。ニューゲームを選んでですね、いくつかモードが用意されています。まずこのプラクティスモードというのはですね、いわゆるチュートリアルになってます。で、ドラマティックモード。これが漫画沈黙の艦隊に沿ったストーリーモードということです。プレイヤーは山中副長に扮して海江田艦長の総監技術を学びながらニューヨークを目指すと。そして、コンプリートモード。これがメインモード。未完成なヤマト。このヤマトというのが、最新鋭の原子力潜水艦シーバットを、海江田艦長がですね、ヤマトと、命名して、反乱を起こしていくという内容ですね。で、シミュレーションモードが、沈黙の艦隊で行った海江田艦長の神業的総監を追体験するという内容ですね。どれも面白そうなんですが、沈黙の艦隊ですね、年末に映画を、見ただけのちょいかじりなので、今回はまず沈黙の艦隊に沿ったこのストーリーモード、これをプレイした後にコンプリートモードをプレイしていきたいと思います。では早速、ドラマティックモード始めていきましょう。はい。まずは一番最初のステージ、深海のアマデウスになります。ソナーより発令所へ。左舷前方スクリューを距離5000。ロス級元帥入浴。ロス級というのはロサンゼルス級の原子力潜水艦のことだと思います。潜水艦らしい静かな出迎え。だが待っているのはニューヨークだけである場合。推測省、アクティブソナーを撃てと言っています。ソナーとか、今出ているアクティブソナーとかっていうのは、この後プレイしながらですね、簡単にご説明をしていきたいと思います。音が入り乱れて帰ってきます。潜水艦船というのはですね、この音が頼りというところもあるので、場合によってはですね、あえて音を立てて撹乱をさせたりとかね、そういう戦い方もあるようです。艦長の読み通り、米元帥の群れがいた。昼寝中のクジラがいっぱいいるようだな。では奴らの眠気を吹き飛ばしてやろう。音響魚雷発射。この音響魚雷というのがまさに音で撹乱するための魚雷です。なので爆薬とかね、そういうものは、入っていない。本当にね、音を出して自分の存在を隠す、撹乱する。そういう魚雷です。ニューヨークのソナモン。シーバットが何か発射。速度40。距離1500。近づきます。なんだと、裏切り者め。エンジン始動回避。潜水艦船ではこのスクリュー音とかね、そういうのも敵に自分の位置を悟られてしまう要素になるので、極力ね、音を出さないように。で、自分たちは音をね、しっかり聞いて敵の動きを探る。そういう戦いになります。この海域から離脱。急速潜航。震度700。進路を南に取り、安全圏まで脱出せよということです。ちなみに、映画のですね、この沈黙の艦隊では、大沢たかおがこの海江田艦長をやってまして、ね、この海域より離脱、急速潜航、震度700。安全圏は南へ、距離9000、赤いラインが目印です。ということですね。ロス級元帥ソナーマンの機能が低下している。今なら中央突破のカード。ただし、再び探知発見されたなら、敵魚雷の餌食になる。副将、頼んだぞ。ということなので、まずは先行をね、していく必要があるのかなと思います。うわ、いっぱいいるな。では、操作なんですけども、移動はそのまま移動です。スクリューを回せば、スピードが上がるし、左側のね、デプスというところは、まさに進路ですね。進路は700まで下げて、速度はちょっと上げておきましょう。20ノットぐらいまで上げます。で、その他なんですけど、まず魚雷ですね。今は魚雷打てないですけども、魚雷。あとは、索敵ではアクティブソナーを打ったりね、そういうこともできます。ロス級の元帥がいっぱいいますね。全部で6隻いるというのが確認できています。では、時間を進めていきましょう。急速潜航700まで潜航しました。このまま敵の元帥、アメリカの元帥の間を縫っていきましょうか。でですね、潜水艦のゲームということもあって、非常にマップ上、障害物とかも少なく単調で見づらいんですけども、左上にコンパスの矢印が出てますよね。なので、このコンパスがですね、頼りになるところです。で、プレイ自体は、プラクティスモードですね。いわゆるチュートリアルモード。これはプレイ済みです。では、敵の元帥の間抜けましたので、もうちょっと振動を下げて、スクリューを気にする必要がなくなったので、速度も50ノットまで出していきましょう。で、見えてきた赤い線ですね。これを越えれば、一旦は安全圏への離脱が可能という状況になります。大丈夫そうですね。安全圏に到達。敵艦の反応が消えたと振り切りました。進路そのまま。まあ、こんな感じでゲームは進んでいきますね。総員。通常直に切り替える。休めるものは今のうちに影響を養っておけ。潜水艦自体非常に狭い密閉空間なので、影響を養うといってもどうなんでしょうね。どんな楽しみがあるのかな。ああ、モーツァルトの下りも映画の中でありましたね。ソナーより艦長、スクリオンさん、ロス級元帥、戦闘よりニューヨーク、ダラス、シカゴ。追ってきたというわけですね。本艦は予定通りフィリピン海溝沿いに南下。我々を探しているであろう第7艦隊と対決する。追いかけてたって元帥をやり過ごすということですね。方位195。こちらに向かっていた3艦のスクリオンが消えた。これスクリュー音を消して、こちらの位置を探ろうとしているということですね。総員、戦闘配備。航海長、CD プレイヤーのボリュームを毎秒1メモリずつダウンしてくれたまえ。ソナーより発令所。ニューヨークは魚雷を装填。発射管に注水音。これ魚雷を撃ってくる準備をしていますね。先制攻撃をかけないと危険なのでは？安心しろ副将。あんな間抜けな艦の魚雷など、打たせやせん。バラストタンクをブローして1秒ごとに3メートル浮上。真下につくんですよね。すごいですよね、これね。魚雷発射準備完了。音楽はまだ聞こえるか。これは先ほどね、CD プレイヤーからモーツァルトをあえて流してましたよね。クレイジーバットメン。ソナー1回だけビンカーを撃て。音波が返ってきたら魚雷発射。この時、ニューヨークはまだ、ヤマトが真横にいるっていうことに気づいてないんですよね。ソナーより発令所へ。魚雷は撃たないでください。シーバット、つまりヤマトですね。真横に浮上。真横だと。お通りをしてニューヨークの真横につく作戦。これでコウノミカの原水から魚雷が撃てないと。仮にですね、この至近距離で、ヤマトに魚雷が至近弾として当たってしまうとですね、ニューヨークにも被害が出るということで、残りの2隻の米元帥からも魚雷が撃てない状況を作ったということです。停止したまま遠ざかるのを待つか、同様に動いて追尾しますか。これ同様に動いて追尾しましょう。ニューヨークが第7艦隊への道案内をしてくれる。距離1500に保って追尾せよ。追尾しているヤマトですね。発射管に弾頭を取り除いた魚雷を装填。これ、だから爆発しないということですね。5ノットに減速してニューヨークへの魚雷発射可能距離に取れ。まあ、ちょっと脅しをかけるというところですかね。魚雷発射。潜水艦はですね、まあ、その艦上からですね、前方にしか魚雷がまあ基本的には撃てないですからね。当然、後ろを取られるというのはまあ非常に危険。敵とは常に正面を向いて相対さないと、こちらがね、一方的に攻撃を受けてしまうという状況になるので、まあ、それは敵艦に関しても同じですよね。スクリューを破壊したと。スクリュー大破、航行不能。艦長、後方のダラス・シカゴが速度を落とす。28ノットから20ノットへ。本艦を完全にタッチするための計測。攻撃可能になればすぐに魚雷を撃ってくるだろうと。ダラスに標的を絞るか、2艦をこの海域から排除するか、点出して2艦を撃沈するか、どうしようかな。撃沈しましょう。いや、ダメだと言われてしまった。では、ダラスに標的を絞る。一発のキレは魚雷で2艦同時に作用を及ぼすことができる方法がある。2艦をこの海域から排除します。これが正解みたいですね。さっきのニューヨークへの攻撃で周囲にはノイズ、まあ、要は音が乱れているということですね。このノイズを利用すれば、無駄な戦闘を避けることも可能。まずは2艦が我々を探知しにくい状況を作るために、遮蔽効果のあるマスカーを作動させる。次に爆発ノイズの中に入り身を隠す。これで2艦は我が艦を完全にロスト、見失うだろうということですね。そしてデコイの発射。まあ、デコイの発射だろうな。そうだ。デコイはホーミング魚雷を迷走させるだけでなく、インプットしてあるヤマトのスクリュー音で敵艦を惑わす効果もある。おそらくダラスとシカゴはデコイを本艦とこに、そちらに気を奪われるだろう。なるほど。では、まずは、この2艦ですね。振り切るというところをやっていきましょうか。前方に航行不能に陥ったニューヨーク。後方右手からダラスとシカゴということですね。マスカーを作動させて爆発ノイズの中に身を隠す。ノイズの中からデコイを撃てば適当なマンが誤認するだろうということですね。では、まず前方にいるのがニューヨークなので、こちらはですね、マスカーを撃ちましょう。マスカー、艦内騒音の水中伝達を遮り、非発見率を下げると。まずマスカーを使います。で、その上でですね、この爆発のモヤモヤってしてるところに進路を取りましょう。で、ここからデコイを撃つと。まあ、そういう作戦ですね。これね、敵の前方に横っ腹を晒すという非常に危険な作戦ですけどね。まあ、幸いにもこの爆発音でノイズが出ているので、敵もね、我々の正確な位置をつかめないでいるという、まあ、この状況を利用する作戦ですよね。で、完全にこの爆発音の中に入ってしまったら、ここから、こちらはですね、デコイを発射すると。いうことです。じゃあ、デコイを発射しましょう。デコイを装填します。装填して撃ちます。デコイがヤマトのおとりとなってダラスとシカゴの間を突っ切ってくれると。これでね、2艦を振り切りましょうと。まあ、そういう作戦でした。何かこちらに向かってきます。シーバットだ。このままやり過ごしてシーバットのケツへつけろ。スクリューを狙う。そうなんですよね。お尻に疲れると本当に危険ですからね。これで、このデコイを追って、ダラスとシカゴが反転してくれると。まあそういうことですね。ソナーより発令所へ、ダラスとシカゴが回答。全速力でデコイを追っていくと。作戦が功を奏した。まあそういうシーンですね。艦長より士官、下士官全員に次ぐ。世界最強を自認するアメリカ第7艦隊が我が艦を撃沈するために集結。だが、この窮地から再び姿を隠すことができれば、世界のどの艦隊も捕捉追撃不可能な元帥として我々を知ることになる。世界最強、それはサブマリーナとして最高の栄誉。次のステージでは我々はその栄誉を輝こうではないかということです。はい。というわけで、今回ね、まあ、魚雷らしい魚雷は撃たずね、まあ、デコイを発射したぐらいですが、こんな感じでゲームの方が進んでいきます。第1回はね、この辺りにさせていただいて、次回以降、まずはこのドラマティックモード、漫画の原作を追っていくモードをやって、しっかり相関技術を身につけて、次のモードへと進んでいきたいと思いますので、引き続き、温かく見守っていただければなと思います。そして、沈黙の艦隊のファンの方とかね、こういうシミュレーションゲーム、ストラテジーゲーム好きな方はコメントとかいただければ大変嬉しく思います。